こんにちは、ホタラミキッズです。今回はダイソーのメランジサンドベージュを使って可愛い模様編みのブランケットを編んでいこうと思います。かぎ針は15を使って編んでいきます。では早速編んでいきます。まずは作り目です。結び目をして鎖編みで編んでいきます。作り目は奇数目で調整していきます。鎖を115目編んできました。長さは約88センチあります。最初の1段目は中長編みで編んでいこうと思います。立ち上がりを鎖1つで編んで根元に中長編みしていきます。立ち上がりの目は中長編み1つとカウントしないで編んでいこうと思います。立ち上がり目の隣の裏山です。鎖の後ろのポコッと出た目をすくって中長編みします。この目がこの段の最初の目なのでマーカーをつけておきます。あとは一目に一つずつ裏山をすくって中長編みしていこうと思います。糸をかけて裏山をすくって糸を引き出します。一度に引き抜いて中長編み繰り返して端まで編んでいきます。中長編みで1段端まで編んできました。次の段から中長編みの表引き上げ編みと裏引き上げ編みを交互に編んでいこうと思います。最初の段は立ち上がりを鎖1つで編んで根元に中長編みしています。次の段からは鎖2つで立ち上がって、この鎖2つの立ち上がりも中長編み1つとしてカウントしていきます。頭にマーカーをつけておきます。編み地を返します。隣の柱をすくって引き上げ編みをしていきます。表引き上げ編みから編んでいこうと思いますが、どちらから編んでいただいても大丈夫です。ここが最初の目になります。この次の目の柱です。1個2個目の柱をすくって編んでいきます。糸をかけてこの柱を横から針を入れて糸を引き出して一度に引き抜きます。中長編みの表引き上げ編みです。次は裏引き上げ編みで編んでいきます。糸をかけて前段の柱を裏引き上げ編みなので編み地の後ろ側から柱を一本すくって糸をかけてぐっと引き出したら一度に引き抜きます。これが裏引き上げ編みになります。編み地を横から見るとポコッと前に出ているのが表引き上げ編みです。編み地の後ろ側にポコッと出ているのが裏引き上げ編みになってきます。交互に編んでいきます。糸をかけて隣の柱を横から針を入れて糸をかけて引き出して一度に引き抜きます。次は裏引き上げ編みです。糸をかけて編み地の後ろ側から柱を1本すくって糸をかけて引き出して一度に引き抜く。繰り返して端まで編んでいきます。端まで編んできました。今回私は表引き上げ編みから編み始めたので1個手前の目表引き上げ編みで編み終わっています。奇数目で編んであるので
最初の目を裏引き上げ編みで編み始めた方はここが裏引き上げ編みになってます。最後の目は中長編みで編み終わります。マーカーをつけておいた一番端の目に、ここは頭をすくって中長編みして編み終わります。次の段、3段目を編んでいきます。立ち上がりは鎖2目です。マーカーをつけておきます。編み地を返します。最後に編んだ引き上げ編み、ここが表引き上げ編みになっているんですが、編み地をくるんと返すことでポコッと出ている部分が後ろになって裏引き上げ編みになってます。前段で編んだ模様とは逆の編み方で編んでいこうと思うので、編み地を返したことで前段の最初の目が裏引き上げ編みになってます。なのでこの目は表引き上げ編みで編んでいきます。前段で編んだ裏引き上げ編みの柱を表から針を入れてぐっと糸を引き出して中長編みの表引き上げ編みです。次は表引き上げ編みの目なので糸をかけて編み地の後ろから針を入れて糸をぐっと引き出して裏引き上げ編みします。この要領で前段とは逆の模様で編んでいきます。裏引き上げ編みの目を表引き上げ編みで編んで、表引き上げ編みの目を裏引き上げ編みで編んでいきます。3段目も表引き上げ編みから交互に編み始めています。奇数段で編んでいるので、どの段も表引き上げ編み、裏引き上げ編みといった感じで繰り返して編んでいきます。2段目の始めの段を裏引き上げ編み、表引き上げ編みと編み始めた方は、どの段も裏引き上げ編み、表引き上げ編みと繰り返して編み続けていきます。ではこの段も端まで編んでいきます。同じように3段目の最後の部分です。ここも裏引き上げ編みの目に表引き上げ編みで編んで編み終わっています。最後は前段のマーカーをつけておいた立ち上がりの目に中長編みを編んで編み終わります。この編み方を繰り返して編み続けていこうと思います。鎖2つで立ち上がってマーカーをつけて編み地を返して編んでいきます。この段も裏引き上げ編みの目をすくって表引き上げ編みで編み始めていきます。交互に編んでいきます。ではしばらく編んでいきます。メランジを7玉使って約43センチくらい編んできました。だいたい60センチあたりになるぐらいまで編んでいこうかなと思ったんですけど、このメランジと同じロットナンバーがお店になかったので、ちょっと予定を変更して糸を変えて編んでいこうと思います。同じくらいの糸の太さでこのサンドベージュに合うような糸を探してて、家にあったものなんですが、このスターライトリリー、セリアで購入したものになるんですが、こちらを使って編んでいこうと思います。スターライトリリーは何年か前に購入したものになるんですが、今お店には星の瞬きという似た感じの糸があると思います。このスターライトリリーはカラーナンバー1番で、こちらの内容になってるんですが、星の瞬きだとグラム数もメートル数も少なめになってると思います。どれだけ使うかちょっと編んでみないとわかんないんですが、今回私はこのスターライトリリーカラーナンバー1番を使って続きを編んでいこうと思います。
糸の太さはそんなに変わらないと思うんですが、こう触ってみた感じ、ちょっとやっぱりこのスターライトリリーの方が細めな感じがするので、ちょっとゆったりめに編んでいこうと思います。最後の段を表引き上げ編みで編んで、マーカーがついている目に中長編みで編んで編み終わっていきます。糸をかけて、マーカーがついていた目に針を入れて糸を引き出します。針に3つの糸がかかっている状態で糸を持ち替えて、この糸で引き抜いて中長編みを完成させます。メランジの方は少し糸を残してカットしておきます。あとは同じように編み続けていきます。鎖2つで立ち上がってマーカーをつけて編み地を返します。2本の糸端は最後に糸始末をしていこうと思います。巻き込まずに編んでいきます。表引き上げ編みと裏引き上げ編みを交互に編んでいきます。他の箇所も同じように糸を足して編んでいます。引き上げ編みの最後の引き抜く部分、針に3つの糸がかかっている状態の時に糸を変えて引き抜いて編んでいます。同じようにこの2本の糸端は巻き込まずに編んでいます。ではこのスターライトリリーを使って最後まで編んでいきます。全部で約55センチくらいになるまで編んできました。スターライトリリーの部分は3玉弱使ってあります。メランジで編んだ方が約42センチ、スターライトリリーを使って編んだ部分が約12センチの大きさになってます。最後編み終わったら鎖を1つ編んで、そのまま糸を引き抜いてキュッと引き締めておきます。あとはとじ針を使って糸を隠していきます。編み地の後ろ側で糸を隠していくんですが、編み地が表引き上げ編みと裏引き上げ編みでボコボコしています。ここのポコポコのところに隠すのではなく、編んできたこの縦のライン、引き上げ編みで編んだ縦のラインで糸を隠していこうと思います。こんな感じで隠していき、ある程度糸が隠れたら余分な糸はカットします。糸を足して編んできたところも巻き込まずに糸をそのまま残しています。ここも同じように縦のラインで糸を隠していこうと思います。他の箇所も同じように糸端を隠していきます。完成です。とってもシンプルな模様編みのブランケットになりました。今回は縁編みなしで編んであります。途中で糸がなくなっちゃったので糸を変えて編んでるんですが、逆にこの組み合わせがとってもいい感じに仕上がってるんじゃないかなと思います。中長編みの表引き上げ編みと裏引き上げ編み、これを前段とは異なる編み方で編み続けてあります。引き上げ編みで編んでいるので編み地もしっかりしていて分厚い感じになってます。今回はこの部分糸がなくなっちゃったので、スターライトリリーを3玉使ってるんですけど、メランジだけで編む場合は9玉ぐらいあるとこの55センチぐらいの大きさになるんじゃないかなと思います。で、今はお店にスターライトリリーがなくて、多分星の瞬きという毛糸があると思うんですが、その毛糸だと同じ感じで仕上げることができるんじゃないかなと思います。スターライトリリーの方がちょっと糸が長めなので、星の瞬きで編む場合は4玉ぐらい必要になってくるんじゃないかなと思います。お好きな組み合わせで編んでみてください。今回も最後までご覧くださりありがとうございます。